過ごしながら入学式の前夜を迎えたのです。秀子さん、今夜はゆっくり旦那様とお食事なすってよくないし、それにしても立派なことでごわすな。マスは旦那様と二人ご一緒の旅も楽しいことでごわしょう。
この伝統行事を一つの目標に掲げ、勉学に精進ください。では、自己紹介を交わしましょう。前列右側から。はい、今井水、奥井村から来ました。はい、土屋春江と申します。出身は静岡町です。はい、市川富貴、飯田町です。よろしくお願いします。はい、桜井菊江、上戸町から参りました。はい、井出紀蓮子でごわす。臼田から来た。ごわす？将来は職業婦人になって独立を果たす。誕生からこれまでの運命をバネに、そして種との約束を果たすため、周りの前、いやそれ以上に勉強に打ち込みました。やがて秀子は学校創立以来の秀才と呼ばれるようになります。本日はにぎりにしくご来場賜りまして、誠にありがとうございます。ハイソサイティの芸術というイメージのあるオペラ、その言葉の上に浅草という言葉を重ねますと、途端に庶民的、下見町的な雰囲気が漂ってまいります。それではお聴きください。オペラカフェの夜から、コロッケの歌。
後恐慌などの社会不安から世間では大正デモクラシー運動が起こっていました。タネちゃんからだ。毎朝ゴズの風に起こされ夜の7時まで13時間働きづくめ、ご飯だって粗末なものを急いで口に放り込むだけ。腹が減ってたまらん。
ひでこさん、森田さん、もうじきね、宿舎生活もおしまい。あっという間に4年間だったわ。入学式当時を思い出す。つら。つらか。懐かしいよね、その言葉。佐久の方言。ところで、富子さんはどうなさるの？卒業したの？ええ。お見合いをして、早くに結婚でしょうね。ひでこさんは？私は上級学校へ進みたいの。職業婦人を目指してるの。そうよね。女学校始まって以来の秀才ですもんね。ただ、立ちはだかる高い山が。山？父上殿、長らく通わせていただきまして、本当にありがとうございました。卒業を控え、上級学校への進学をお許し賜りたく、今一度筆を取りました。私の結婚のための諸費用を、これから志す勉強のために当てとうございます。どうぞお聞き届けくださるよう、切に切にお願い申し上げます。差出人、井出秀子。家中の一致した意見を申し伝える。女にとっての教養は、女らしさをなくすばかりか片付く時期が遅れるため幸せなことではない。私は一日も早い結婚を願っている。それをよくよく胸中に言い含め、上級学校への進学は思いとどまること。差出人、井出袈裟平。分かってた父の答え。お礼状した旅でした。お礼状まで。そうですか。
しめでたい、本当にめでたいですな。うちの娘とお宅の秀子ちゃん、宇野島力人推薦で小中学校へ二人も進学と。神様のいたずらでごわすかね。それを言うなら仏様のおぼし飯、あー何枚だ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 、ケーサヘイ殿。そろり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 、笑う、父親として今日まで深い溝を埋められずに来た。これが過去を断ち切る良い機会になればいいんだが。よし、上級学校への進学あり、承知つかまつった。Bye-bye.
女子高等師範学校に入学した秀子は猛勉強に励む傍ら、後の人生に大きな影響を与えたある人物との出会いがありました。あちらがその陶芸家の賢吉氏、向こうが奥様の和恵さん。先生、あら、また来ちゃいました。いらっしゃい。さあ、お入りなさい。夫を主人と呼ばないで。もう衝撃が強すぎたのか、この耳が片時も忘れなくて。だって夫なんてずっとも偉くないじゃないか。それを主人と呼ぶだなんて。妻を奴隷でもなければ家来でもないんだよ。夫婦はいつだって平等さだろ。愛助け、愛戦うの精神だな。お互いを助け合い、そして共に戦うってことは同志ってことですか。同志ね。うん、男と女ってそういうもんじゃないですか。時代の流れだよ、新しい時代の。あ、ところで感想は。ジャン・クリストフ、ロマンドランですね。学校では読めない本なので、とっても新鮮でした。そうなの。思想以外にも恋愛とかにも制約があるのかね、奈良女講師は。はい、最近は特にね。そうなんだ。そのね、ここはいいよ、誰にはばかることもない。ああ、どうも。芸術学者本来考えるべきだよ。美を求めて心はいつでもフリー。ああ、あなたは美も美人もお好きですもの。ああ、好きだと思う。でも心の貧しい美人はダメですね。いくら表面が美しくても中身のない人間はこっちか願い下げだ。ないって言えば今の政治もそうでしょ。時代はどんどん変化していってるのに、考え方がちっとも追いついてない。だから運動するんだろ。先日話してくださったデモクラシー運動ですか。そう、身分を超えて同じ志の者が集まり、目的のために手を携える。国民が国民のために政治を行う。民本主義を広めようではないか。大正デモクラシー。Thank you.
賢吉からは陶芸家としての美学、さらに近代日本の工芸界にあって伝統からの脱却に葛藤している真の姿を垣間見たのです。和江からは婦人運動の新しいうねりを教えられました。賢吉、和江たちは学校に勝るとも劣らない貴重な人生の学びの場だったのです。そのお腹は？どうしたらいいだろうね。どうにもこうにもちっとも
独り立ちだな。なら女子高等師範学校の卒業証書です。そうか、一人の職業婦人として一歩踏み出してまいりやす。三重へ行っても体に気をつけるんだぞ。はい、父上様。先生！
に連絡係を置いて見つかり次第知らせ合うこと。じゃあ出発。はい、私たちも急ぎましょう。
2年目の夏、2学期を待たずにして学校を退職した私は上京して東京暮らしを始めました。ある日、一人の男性が訪ねてきたのです。どうもよ。では、ごゆっくり。あ、これもここで、はい。失礼ですが、今の方は？タネちゃん。はい。タネさんと言います。このうちで私と一緒に。そうでしたか。ところで、丸岡さんでしたよね。はい。丸岡重隆と言います。前に一度、亀山の賢吉ご夫妻のお宅でお会いして。はい。覚えています。確か雑誌の編集をなさってました。覚えててくれたんですか。いやー、そら光栄だ。あ、失礼いたしました。どうしてここが？実は和江夫人に送られたあなたの手紙を偶然読んでしまいまして。私の手紙も？いやー、あなたの見事な論略ぶりにもう感動しちゃって、住所を頼りにここまで。私も今は東京の雑誌社勤務でして。あなたのおっしゃる通り、女性の地位向上、差別からの解放は今の日本が真っ先に立ち向かうべき、いや解決しなくちゃならない問題です。ありがとうございます。ぶしつけですが、あなたは私と一緒に勉強できる人です。 ありがとうございます。そして僕に立身出世を促したり経済的豊かさを求めさえしない人のはずです。そして何より可能な限り僕との人生を真摯に生き抜きたいと考えている人だと思います。秀子さん。はい。僕と、もう一つ、ちょっと、僕と
長女の芽衣子さんが生まれます。ところがその10ヶ月後、重忠さんを病魔が襲いました。丸岡秀子、25歳の時です。ねえ秀子、続けてほしい。毎日掃除をしなくても、買い物に行かなくてもいいんだよ。だけど書物は心を作る、本だけは読んでほしい。毎日「さけ
いて働いて、ただ家族のために働いた人生。だからです。
遅れました。私の名前は石井藤一、丸岡秀子の連れ合いです。昭和46年、名著一筋の道を発刊。秀子は68歳でした。昭和51年5月から信濃毎日新聞に折々の木を2年間にわたって連載、さらに評論家としてたくさんの書物を編集刊行しました。平成2年5月25日、丸岡秀子は数多くの功績を残して87年の生涯を終えました。平成8年5月12日、日本中の婦人や教え子たち、そして地元有志らの手によって、作詞薄田の南山公園で記念碑が建立されたのです。記念碑に
振り付けも担当しております制作委員長の広末恵子さんです。作曲の矢野義恵さんです。福島頼秀さんです。そして脚本演出の奥村達夫先生です。それでは皆様、お手元の携帯電話スマートフォンをどうぞ取り出していただきまして、スイッチを入れてください。電源をどうぞ入れてください。そしてできる方はライトの機能を点灯させてください。できない方はどこかキーを押すと明かりがつくと思います。そしてペンライトの代わりにこのような形で振ってください。私たちこの長野市芸術館の皆様と心を合わせてもう一度歌わせていただきます。本日はありがとうございました。